紹介していただいて、今度は嫁ファン対ラッシーファン。途中までかなりアテナがね、空気を持っててましたけどね。ロバートもすごく頑張ってたけど、立ってたのは浦井城。さあでは 1P 側、嫁アット、来週はトエック。トエック持ってますか？僕も多分2点ぐらいじゃないですかね。2点はないな。選択肢だから2点はない。あ、そうなんだ。私もじゃんけん弱いからね。じゃんけん弱いから。ダイモンに置き去りにされたら死んじゃうから。一方、ラッシーファンでは群馬のプレイヤー。群馬で言えば、チブル。チブル王国、群馬よ。チブル王国、群馬。チブル何人ぐらいいるの？5、6人。相当うっとうしいですね。でも TRF 割とはブライアン王国ですからね。おかしいぐらいブライアンいるから、ね、さあ先方戦、おウラクリス先方、今は結構珍しいですね。割と対象に置くスタイルが、もちろんジャンプ D でまとわりつけば圧倒的にクリスがリターンを取れるんですが、さあまずは画面端嫁アット、来週はトエックのターンですが、ここでラッシーさん空中くらい、これは安い。前すかし投げ、さあ分身分身、しゃがみにガードして C 前分身、裏回りしっかり見ている。さっき俺の試合であれ見せちゃったな、あの 裏まで行くやつ。ジャンプビー、さあ嫁ファン1本目を取って、残りが、あーでもイオリだ。ビービースライディング、ヤンガライ、これがねクリス辛いんですよ。スライディングがイオリに対してすごく強いんですけど、闇払いカウンターになっちゃうんでね。あのダメージ量を見るとクリスはスライディング打ってられねえよってなるんで、おっと、アイクックスカフェ、しゃがみしいから青いバーおにゃぎ、さあこれはちょっとあの大空クズ壁でかなり空気がラッシーファンにゆっくり待って、 AC からのガーキャン、さあ逃さないようにして取り返してまいりました。そしてライモン、ジャンディ、ジャンプディ、エンビ、さあここら辺はやり込みがどうしても出ますね。青い罠打たせない、 MB を振る、距離は詰めて、おお、ジャンプ D が2回3回、そして天地、これはえ武器持ってるやつ強いっすね。さあかなりダイモンが今のはおっと、しゃがみシートった、しかし反撃もない、反撃ないなら別に何からぶってもいいっすよ、うん、おお出た、あれ知ってやったのか、漏れたからやっちゃったのかの、どっちか。まあ距離的、おーっと、しかし天地、さあ、おっ、これはまだ分かんない、あ、しゃがみし入れ込んで、エンビガーギャン、通常入れ込むシーマへ、ガーギャンして、おー、エンビ、さあ、チームが、これはじゃあ、見立てしちゃったので、チームの勝利ですね。あ、ちょっとごめん、フェン踏まないで。嫁アット、来週はトエックダオさんと兄貴さんのチームの勝利ですね。ではいよいよ最後の1回戦、ジョジョさんとゴショチンの発動コンボはわしが育てたと、ユウさんとビリー・ヘリントンさん。ユウさんはね、あれユウさん、あ、いたいた、ジョジョ君と、じゃあ代表者じゃんけんをしてもらって、はい、では 1P 側にビリー・ヘリントンことカッチャソとユウさん、 2P 側にジョジョ君と自由人。あ、リセットボタンを誰か、え、場所わかります？リセットボタンのこのね、ちょうどレバーの下あたり、え、まだわかんないの？レバーのね、ここら辺、そうそうそう、
なぜかのし合い台が大会が始まったら動かない。さあ先方戦は 1P 側がユウさん、 2P 側が自由人。あれ珍しい。最近ワンピー側の人やる気で復帰組つけた。さあワンピー側ユウさんがイオリ裏クリス裏城、一方ツーピー側自由人が、陳亮がまだ裏か表かわからないですが、あとクラークですね。ジャンプDでめくって青い花1段2段演習。まあ陳との対戦経験が多分ないですからね、ほぼ BB ジャンプDがめくれる。青い花1段目と3段目が当たって闇払いクズ壁 NC から青い花 BBA 岸わしたいく取るが距離的に金へ届かない。さあ1本目を取る U おーしょ。さあそしてこの量は表なの裏なのっていう話になりますが、 NBNB表領と自分で言ってますが、 BA 起源疾風客 BA 起源疾風客カチリシャーミディエンビー、シャーミディからぶってエンビーあんま少ないんだ。 D シャーミディをからぶってエンビー振るのがあんまり好きなさそうだ。キンディ前なんかね、からぶったから滑らかだった動きが。ガードされたら多分ダメだけど。そして裏クリスゲージが3本エンビーBB ジャンプ CD にしゃがみ試合打ち、表ですね、冒険が飛ばない。スライディングジャンビー、これきっちりガードしている。ジャンプ CD スライディング BB MB MB スライディングして MB 投げる。さあ裏後ろコーン、おーっとここは勝利で読み合い拒否。キンディスライディング吹かしてからの連武剣ジャンプ CD 切り前 BB MB 投げを外す。さあジャンプ D CD からの D、 あーっと C で終わるか。 BBA 危険疾風客、しかし狙いが最後はしゃがみ重ね。さあまずリーチをかけるのは自由人、裏社対表領ゲージが3本 C 前打ち切る。さあ CD からぶり MB 取った、シーマン A から投げて大丈夫ね。裏やしろ対クラーク、発生向こうにも扇風機効いてるからね。発動開幕しゃがみし MB、 しゃがみしあんま減らねえな。しゃがみしさあ走り込んでノーガード、ユーさんの裏やしろかなり走り込んで、これは届かない。CD オーガードして NBNB、 さあ裏後ろの方がちょっと発動時間が長かったのかな、後出し発動だったからですね。発動さあ NB としゃがみし合い打ちになってジャンディー禁止。 NB 投げはまだ食らえない、取った空振り、しかし反撃がなく取った。2回目はちょっと甘いか。さあまず1本目取るのが、自由人ということで、スピー側リーチですね。大将がビリー・ヘリントンことカッチャポ対 2P 側ジョジョ。オフユーしてる。さあイオリオ解雇シブルロバートウレシロ、 2P 側ジョジョ兄弟もウレシロ。結局町田の争いになってます。開幕 BA 分身ボディをガードしてジャンプ D 奈落で近づいて BA ボディシャミディフラー C のカラブリン D 奈落。さあ端に位置を入れ替えたガッチャポだが、少々ガーキャンゴーデンガーキャンペンテンですね、失礼しました。シャミディと分身相打ち、走り込んでエンディ。さあ大きなダメージを食らいたくないジョジョ、レイフェに立ち回る。カッチャポと近づいていく C 分身分身シャガン B でレイフェにプブして分身空振りジャンプで置いていた。さあボディで削って
一本目を取る徐々に。そしてロバート対今日攻撃打って、あー流域ですね。ジャンプ CD 奈落の上から前へガーキャン、しゃがみ B、 龍神角で降りていく、インビー連武脚空振って、おーっと2段目が当たらない。ガーキャン5点、ここで連武脚巻き込んで前 B、 龍が前空振り B。 さあロバートゲージがまだ2本、一方のジョジョここで1本、さあ捕まえる石井徳上奈落、これはいったか。さあリーチをかけるジョジョ、カッチャパパンはこれから裏社でどう、あ大丈夫かな、ちょっと今彼がやり始めたばっかりなので50円だけ返してあげてもらっても大丈夫です。しゃがみし、ボディで対空禁止毒神、これはジョジョが強い BM 式カッチャパさん、うわあるあるとか言ってごまかしてるよこの人。さあ勝利をしたのはジョジョ、5勝鎮圧同梱はわしが育ったファンチームです。じゃあカッチャパさん負けたんで遠慮なく実況できますね。続きましてピーポーくんとデニムさんのチームとジャーさん、ジャーさん試合なんで、じゃあカトさん、はい、あ、まあ、またあれかと、はい、じゃあ実況引き継ぎましたんで、2回戦第1試合なのかなこれは、ピーポーくんデニムさんチームと、パンピー1号2号、ワンピーの方にパンピーが行きました、はい。さあグダグダじゃない実況にしてくださいと言われてますけど、まあ大体がグダグダですよね。これあんまりね、俺考えて喋るのだったんで、本当その場の雰囲気で適当に喋ってますから。酒飲めないのに酔っ払い実況って前タグに入れられて悲しかったよ、嬉しかったよな。さあ試合の方は、先方チャンに合わせてるということは、これパンピー2号選手の方が先に出てまいりましたね。スーピー側座ってるのは、何選手ですか、で、デニムさんの方で、はい。さあ、今日より、ウラクリス。あ、いいっすね。さあ、対して、これまたキャラ合わせをしたい、ファンピー2号選手、2号選手は。うん。まあ、結局これ、クリストちゃんがちょっと、キーになるのかな、うん、さあ、クリストは熱くないから、やっぱ先方にチャン出してきましたね。さあ兄弟ちゃん、あこれもまあいろいろ言われてますけど、まあ、プレイヤーがね田口さんなんであんまりダイアグラムとか当てにならないんで期待しないで見てみましょう。さあ荒髪さして、さあちゃんは画面端持ってった、さあが一発入ってしまうとこうなると、うおっとガーキャンを荒髪でかわして、おーちょっとグダグダになってますけど結構なんだかんだで、あーちゃんこれまた D 投げで暴れる、減る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 、連打が早い、まあなんかあんまちゃんの尖った部分を見せつけてるわけでもないんですけど、なぜかちゃんがリードして A を振って画面端に追い詰められてますけど、この位置でも A が強い、これがさあここはダッシュ投げで掴んで先方勝利したのはタルクス選手。さあそしてでも苦手としてますイオリが出てまいりましたね。ただイオリゲージがないので八乙女まだ打てませんけど、さあどうする、そうマグロ対空、ガーキャンでまたやっぱ端に置いてように持っていくけども、さあこれジャパンですね今の高橋、さあチャンエ強い、さあどうするか、ゲージはないけど、さあ画面端に追い詰めた時にキンビー連打でゲージを食べたらすぐガーキャンしてまた小足大回転、これ連続ガードじゃないですんで暴れると当たります。さあ多分今のしゃがみシーンも多分何かのガーキャンの森かなんかかなと思うんですけど、どうなんでしょう、見てからとか言ってますけど、ああそういうことにしてきましょう。さあ、裏クリス大将、ここはしっかり勝っておきたいところ、あ、しかし足払いに当たってしまうとカウント1人結構減りますね、これ。さあ、チャン先方っていうところね、いいことに結構やりたい放題やり始めまして、さあ、ここはクリスの尖った部分を見せつけてなんとか倒したいところでやりますけども、さあ、近かったので投げ、
母ちゃんがここで体力をリードする。なかなか攻撃当たりませんね。あ、これ結局ぶっ放すけど、さあ、あ、コンボいかず、あ、ダイヤショカウントヒット。さあ、これちゃんがこのまま、あ、誰かここで、なぜかここでダイヤシャツが漏れる。これちょっと、わ、ナメプーじゃないですか、これ。なんか、ここ何が見えたんですか、一体、タルキさん。あ、一号さんが出せと言ったそうです。命令には逆らえないと。二番手グリス。表グリスですね。さあ、あとはもう残り体力少なく、空中飛ばし2回で勝利したのは、タルキ選手。いやー、ちょっと、パンピーチームはちょっと、ナメプレーがひどいですね。まあ、いいんですけどね。さあ、続いて出てくるのは、3P 選手が、ジャー選手。さあ、2P 選手の方が、ピッピポー君。さあ。これはもう藤沢の方ですかね。お、これエキストラに合わせると思いきや、アドバンス。さあ、キャラクターは、うん、ガッチガチの、今日、キャラを使うのかな、裏やしろ。ちゃん、浦屋城、大門。さあ、この時はガチムチの対決が見たいのでね、クリスとかね、あ、ちょいボンゲ。さあ、これもまたね、このジャー選手のちょいが結構独特なので、この動きには注目です。さあ、対して2P 側の、ピーポー君選手は藤沢の方でいいんですっけ、いいんですよね、はい。藤沢の人はもうね、伊織大門、浦屋城と京かな、そのあたりめちゃくちゃ仕上がってるということで、まあ、の試合でもかなり連勝してたりします。さあ、先方は大門対伊織。こういうやりから仕掛けた暴れ潰しの、なんだ、名前忘れちゃった。さあ、大門、高めは上位詰めるから、青いマナで強引にターンを取って、さあ、ジャンプリ先端ヒット。そうと、これ何も見てない、ずっと笑いが。ワンピーの、あー、これグズカデからコンボがヒット。さあ、どうなる。さあ、このグズカデは取らないが、ガーキャンでまだヨレオターン。そしてガーキャンターンで弾き返して、おー、上りジャンプに最速、速い、あれ強いんですよ。さあ、残り17秒しかないもんはゲージがありません。おー、こういうのアイバナ繋がらないけども、エンビーの空振りにヒット。あー、して普通のノーマルジャンプからの有料ですが、意外にダイモン雑魚が高いのでね、立って渡ったことがあるんですね。さあ、2番手パンピー1号選手のチョイ。さあこのウッキーでガーキャンをかわしつつ、おお、これも強豪に逆転ターンが当たりましたね。さあ、チョイボンが端に追い詰められましたけど、このあと八乙女がかなり有効に機能することになるんですけど、おお、よく見てます。鬼置きしっかり簡単ヒット。さあ、ウッキーウッキー、おお、青いバナで買おうとするけど、さすがにそれは厳しいですかね。さあ、ちょいめくり攻撃が入るが、地上攻撃がつながらず。さあ、ウッキーウッキーと。さあ、コンボにはいけない。さあ、しかしちょいが逃げ回って、ガーキャンを使いつつ、うん、まあ、体力はまだ残ってますね。さあ、ウッキーの隙にちょっとヒットしてしまったり。さあ、よりがとしてはもうゲージャー満タンなんで、いかにちょいを減らすかですけど。さあ、残り10秒。さあ、ちょい、おーっと、これノーゲージコンボ。うん、この辺はやっぱやり込みが垣間見えますね。さあ、2P 側、ヤシロ、ヤシロですね。これヤシロ結構ね、こうやって発動されると非常にヤシロ側はきついと思います、これ。ヤシロはどの攻撃やってもね、カウントヒットさせてもダメージ変わんないんですよ。だから相手側結構発動安定だったりします。あ、これ謎のもう一回。さあ、これ、さっきから何か自分の技の隙に無敵長期っぽいものを仕込んでる、ジャー選手。さあ、まだずれ。さあ、これ、無敵投げ入って、これは知らないでしょうけど、さあ、置き攻めは、金 B。さあ、壊した。守りは硬い。あー、ヒット確認するも、さあ、ちょっと遅かったかな。さあ、残り20秒ギリギリ残った浦屋城が、大将、裏、表が、なんだっけ。あ、表クリスですね。を引き出しました。うん、どうゲージがない表クリス。これはしんどい。お、ともとくんが来ました。さあ、取ったは当たらないが、お、ちょっと前がぐだってますけど、ここでコマンドラゲが入って、置き攻め。さあ、めくり。あ、2P ネタでめくってくから、5割超費。さあ、ここまだ置き攻めいきますからね。さあ、どうする。
さあ、グジュッと当たって、さあ、コンボしっかり勝利したのは、ピーポーくん。いや、すさのやりかは、あ、乱入でいいですかって言ってますけど、キャラクター変えますか？大丈夫です。とのことなので、乱入で大丈夫です。さあ、早稲田式ということで、一勝一敗だと最終勝った者同士の戦いとなります。ワンピー側は今度は パンピー2号機こと、実況を他人に放棄して好き放題やってるタロキセ選手。ね、さっきのね、大挨拶は上の命令からとは言えないわという声が後ろから飛んできております。さあ、キャラ合わせ、キャラ合わせ、ちゃんこ入るとね、どうしてもね、キャラ合わせなりますからね。もう試合始まる前から勝負が始まってますよ。さあ、先方、これはコルクさん的には合わせたということになるらしいですね。先方イオリに大手クルシを合わせると、うん、あー、小足からコンボ。さあ、クズカゼは入らないが、スキンもゴールさんキック。さあ、表クリス、早出しの、あー、これ取った、そうだね、ディレクションチェンジのぶっ放し。さあ、スライディング対空で、さあ、端に行くか、よりは強い分押し付けたいところだが、まあ、わざわざね、キャラ合わせで当ててくるぐらいですから、タロキ選手かなりこの組み合わせはやり込んでますね。よりの嫌な行動を やりますから、ね、割って走ってくるところにしゃがしにさせたり。さあ、これ無敵対空しっかり見てる。さあ、もう一回、さあ、しかし残り15秒、よりワンチャンスでひっくり返せるか。さあ、これ守りに入る 1P 側のタロキシ、さあ、スライディングをスラのジャンプの回転か。おお、崩れ、しかし最大ダメージ取れるか。最後のパズル入った。これはかなり取れたんじゃないですかね、ダメージで。ちょうどゲージも溜まりましたね。しかし、まあ、勝利をしたのは 1P 側のタロキシ選手、中堅の裏社を引き出しました。あ、ちょっと邪魔しないでくれ。俺もう話しかけないと無理なんで俺あー、これジャパン、ジャパン、うん、探しに台足。さあ、ジャンプに入らしよう。お、これうまいですね。しっかり殺して、ほぼ体力これ山満タンになるでしょう。さあ、このただゲージのないまま中堅ちゃんですね。これちゃん側はね、結構ゲージ貯められるんですけど、ヤシロ側がゲージを貯められないので、非常にこれ最初にゲージを貯められてしまうとヤシロ側にとってはしんどいです。そしてこうやってね、また大回転。さあ、俺のターンが始まりました。これ、あ、これゲージ使い切ってなんとか逃げるけど、まだ恥、うん、これね、ヤシロ結構地味に遠泳を振られるとめんどくさいです。さあ、今はジャパンでしょ。さすがにコマンド投げで投げられて、置き攻めはジャンプし。さあ、よし、おーっと、ちょっとうまい対空ですね。さあ、これ恥から逆に、おー、このうまい、しゃがし動くな。さあ、しかしこの取ったが回ってしまう。でも体力リードしてますよ。さあ、すかし投げ、無敵投げでゲージを貯める。さあ、ラストチャンは追っかけれない。あ、と思ったら素晴らしい、攻めました。最後まで殺しに行きましたね。しっかり殺して、さあ、ワンピガ大将タロキシ選手はダイモン。さあ、ゲージ1本です。さあ、さっき足払いを差し込むのがうまいですね。地上吹っ飛ばし対空。さあ、ジャンプ DMB と AC が当たって、さあ、ダイモン側としては当て身などをやりたいんですが、さあ、ヤシロボタン、おおっと、今の絶対コマンド投げミスでしょ。今の絶対出しコマンド投げミスでしょ。あー、これはひどい。あー、これパンピーですわ。これは確かにパンピー2号の名にふさわしい立ち回りです。さあ、でも大将ダイモン対決。さあ、でもそんな甘いは許さないぞと。この店は確か 甘い禁止となっておりますってどこかで書いてあったと思うんで。さあ、しっかり心拍、ね、おー、うまい。あー、エンディ当たって、アイエッシュ OK。 さあ、ガーキャンで OK。 さあ、逃げジャンプに、あ、勝利をしたのは、ピーポー君、シストライました。さあ、実況の人が曲げてくれたので、やっと重荷から解放されました。タルキさん、よろしく。カッチャファさんがプラ4だったんで、わざと負けてあげた。できない。あ、ダイアサスすいませんでした。ダイアサスで、ダイアサスの試合誰これすいませんわざとじゃないんだ。だって打てって言ったもん。すいません、やりくりして。
準決勝ですね。嫁はトエックダオさんと兄貴さんのチームと、ジョジョさんと自由人さんのチーム。あれ元くんおらんかったさっき。どこ行った？リセットボタン分かる人、こっちがいますかね。嫁さん分かりましたね。あ、分かる。ダイアスタス、ダイアスタス終わるとか言うからさ、うん、まあ終わったけどね、ある意味確かに。あ、終わった。え、本当に。こっち側はあれいないよ。イオリクリスちゃんとやってたでしょ、うん、まあ、キャラ合わせただけはあって、やり込みはなかなか、まあ、あれだけは落としたくないんだ。あ、どうぞ始めてもらっていいですよ。 1P 側は兄貴さん、 2P 側が自由人。これこのまま行かれたら藤沢決勝やられますからね。おお。やられます。さあ先鋒戦、兄弟チン。兄貴さんも多分チンとの大戦経験はほぼないんじゃないですかね。 BBB シャーミディから毒神。さあチンがまずはダメージを取りたい。おーっと B 金 B から竜輪蓬莱。 C で落として BA 禁止。しゃがみへしゃがみへ鬼焼き。ジャンプ B で飛ばせない。しゃがみ D でとがめて。さあジャンプ B 打点が高かった。毒神ファン、あー荒神ファン弾は当たりましたか。ガーキャンして逃さない。しゃがみへ竜輪蓬莱。遠心竜輪蓬莱だけ言いますか。竜輪蓬莱と氷弾撃だけ言いますか。あとね凍結スイッチとかがありまして、ようやようや倒れる。あ、わからん、これが凍結というかもしれない。ジャンプ CD BB 遠泳避難シップギャグ。これ減りますよね、下段指導なのに。ちゃんと密着だったら台で打ったらね、メリット減るし。鬼明けどうって、残り1ドットの兄貴選手の強がかなり減らしましたね。小技が赤い浮きした。あれあれ元さん。エンビジャンプ CD 勝利。読み合い放棄。エンビエンビはちょっと弱いな。おっと手前にゆりおりで降りる竜巻。ジャンシー謙信前からの矢を止め。ヤンダル打ってこのまま攻める。 B おいばな。ジャンプ CBA 前へ闇払い。ジャンプ C おいばな。ガッシーリカカウンターヒット。ガーキャンコーデン。さあジャンプが通ってワンコンボ。リーチをかける兄貴。ジャンシーに対してしゃがみしを振っていくが、青いバナが通る。そしてガメ足、これはおそらくピヨったでしょう。さあまずちょっとワンサイドになってしまった。一本目を取るのはワンピー側ですね。兄貴選手の勝利ということで、リセットボタンを押していただいて、続きまして嫁アット来週はトエックさんと、スーピー側がジョジョ選手ですね。さあジョジョ兄弟も裏やしろ。まずここきっちり勝って最初決定戦にジョジョとしては持ち込みたい。一方嫁さんは二立てでチームの勝利を決めてしまいたい。先鋒戦より対強。これはいい加減どっちが有利なんですか。勝ったを有利。ああ何の説得力もない。ジャンプを C でプブしてしゃがみ C 体育。でもね、あなたとの試合を見る限り、ジョジョがだいぶ仕上がってきましたね。そうね、しっかりキャラクターされてる。あるあるある。ドカゲ打って B ジャンプ B でグータイク。しゃがえしゃがえボディ。1段1段だと反撃はない。あー一応ね青いバナがあるんだ。初段逆青いバナ入るけど一発目しか入んない。なるほど、まあ、次はされたら逆にカウンターもらうから怖いよ。
これはじゃああんま読み合わせないね。大にゃき2段ヒットシーマエ。でもこの1本取ってる嫁チーム側としては結構こういうね、こういう思い切りを許されるからね、これがチーム戦の面白いところですね。あのね、そう思う瞬間確かにちょっとある。うん、ちょっと1試合はレバメンテ決勝前でいいのかな。でもメンテって言っても、あーまあ、トライ経営じゃないとできないんじゃないのかな。何をケアBC ゴーフ、毒髪打って、ジャンディジャンディ、ボディ、ダッシュを止める。ここら辺うまいっすね、さすがの、さすがの世界最強ジョジョ様。しゃがみ B、しゃがみ D、レッド、地雷神来るわけねえよっていうね、盲点を突かれました。さあ、ダイモン、ダイモン、 MBMB の割に NC、 さあ、電池で掴んだ。これはさすがに2分ないでしょう。地雷バグきっちり決めてリーチをかけるジョジョ。クリスのゲージが1本、ダイモンゲージが0本、これ結構クリスが楽ですね。しゃがみ C からの前 B と斜め下 B のディレイに対してガーキャンがやっぱできないのはかなり厳しいですね。ガーキャン前転後転できないのは、ただ意外とクリスがかぶせてればいいやって飛んでいくと、まあ頭上でねビシッと払われて終わっちゃうんで。あっと、さあしゃがみ C と頭上のアッパー対決。プラスブシ、しゃがみ B、 あがしゃあいうちフラがめり込んだので地雷バグハプ。気に入 NB、 ND、 これ神の前でしょ。ダッシュ電池、さあここでし、おっと A ボタンがやはり効いてない説あるのか。さあめくりしっかり対応、しゃがみ A から電池。では代表決定戦、兄貴さん乱入してください。